2歳の頃から子役として活躍していた足立由美。代表作はテレビドラマ家なき子です。最初の結婚相手はお笑いコンビスピードワゴンの井戸田潤。女の子を出産しています。4年ほどで離婚しました。バツイチ子持ちでの再婚相手はカメラマンの桑島智樹です。写真集の撮影で出会ったそうです。2014年に再婚し男の子を出産しています。最初の結婚相手は当時モデルだった岡澤貴博です。男の子を出産しています。5年ほどで離婚しました。再婚相手はキャンドルアーティストのキャンドル潤です。2010年に起きたハイチ地震を支援するイベントで出会ったそうです。最初の結婚相手は詩人の3代目魚滝浜田茂雄です。男の子を出産しています。3年ほどで離婚しました。再婚相手は俳優の田辺誠一です。テレビ CM で出会ったそうです。2002年に再婚しました。最初の結婚相手はモデルのジョシュアです。男の子を出産しています。2年ほどで離婚しました。再婚相手はスタイリストの菊池大和です。男の子を出産しています。6年ほどで離婚しました。次の子持ちでの再婚相手は一般男性です。2017年に再婚しました。女の子を出産しています。最初の結婚相手は一般男性です。男の子を3人出産しています。10年ほどで離婚しました。再婚相手は一般男性です。男の子と女の子を出産しています。10年ほどで離婚しました。次の子持ちでの再婚相手は一般男性です。2011年に再婚しました。相手も男の子と女の子の子持ちでの再婚でした。7人の子供の母親となりました。最初の結婚相手は俳優の石田一生です。男の子を出産しています。3年ほどで離婚しました。再婚相手は俳優の谷原章介です。2007年に再婚しました。男の子を2人と女の子を3人出産し、6人の子供の母親となりました。最初の結婚相手は実業家の尾関茂雄です。男の子1人と女の子2人を出産しています。6年ほどで離婚しました。再婚相手はお笑いコンビ爆笑問題の田中裕二です。2015年再婚しました。女の子を出産しています。最初の結婚相手はお笑いコンビココリコの遠藤修造です。女の子を出産しています。5年ほどで離婚しました。再婚相手は一般男性です。2016年に再婚しました。元旦那とも離婚はしましたが、仲は悪くなく交流もあるようです。
最初の結婚相手は IT 関連会社のサイバーエージェント藤田進です。1年ほどで離婚しました。再婚相手は一般男性です。2009年に再婚しました。女の子を2人出産しています。6年ほどで離婚しました。次の子持ちでの再婚相手は俳優の木村亮です。2016年に再婚しました。舞台で共演したことがきっかけのようです。最初の結婚相手は俳優の神田正輝です。女の子を出産しています。12年ほどで離婚しました。再婚相手は一般男性です。1998年に再婚し、会った瞬間ビビッときたというコメントが流行しましたが、2年ほどで離婚しました。次の子持ちでの再婚相手は一般男性です。2012年に再婚しました。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。